郡山市では新型コロナの子どもへの感染が増えていて、品川市長は対策の徹底を呼びかけました。郡山市の先月の新規陽性者数は22日の時点で3770人と、前の月を572人上回りました。また年代別では、1年前には 3% だった10歳未満が 21% を占めていて、学校などが感染源と推定されるケースが増えています。乳幼児ですねの罹患が非常に多いわけでございます。私どもがもう子どものそばにいるときは常にマスクをしているということないと、エアロゾル感染する可能性が高いのかと、これ全く私の試験でございますが、そんなふうに感じております。また中央公民館など公共施設が集まる葉山地区に4階建ての立体駐車場を年内に整備する計画も発表されました。金東小学校に人型ロボットのペッパーが導入され、入校式が行われました。郡山市と地元企業の協賛金で活動する一般社団法人プラット福島、ソフトバンクは連携して、市内の小中学校などで人工知能やロボットを活用した教育を支援します。金東小学校へのペッパーの導入はその第1弾で、子どもたちは大喜びしていました。ペッパー君が出てきて、すごくびっくりしました。信号機とかそういうなんか難しいプログラミングを具体的なペッパー君と一緒に学習したいなと思います。ペッパーはプログラミング授業のほか、防災や SDGs について学ぶ授業にも活用されることになっています。短大生が考案した郡山市のノベルティグッズが完成し、お披露目されました。郡山女子大学短期大学部地域創生学科の学生は、授業の一環としてノベルティグッズを作成しました。完成したのは市のイメージキャラクター、ガクト君と音符ちゃんがデザインされたクリップです。学生たちから寄せられた68のアイデアから、自分たちがもらって嬉しいものという視点でクリップが選ばれました。クリップを邪魔しない程度に、可愛い文字模様を入れるということにちょっとこだわりました。思った以上に可愛いデザインに仕上がったので、地域の方に届いて魅力がもっと伝わればいいと思っています。ノベルティグッズは市内外のイベントなどで配布されるということです。